皆さんこんにちは加藤ゼミナールで司法試験と予備試験の講師をしております弁護士の加藤隆です、えー、令和三年予備試験論文式本当にお疲れ様でした、えー、来週の火曜日から、えー、論文基本7科目の解答速報がスタートしますので、えー、この回答速報も、えー、参考にしながら、えー、ご自身の論文試験の、えー、出来を確認していただいて 予備試験合格を前提として令和4年司法試験合格を目指すのかそれとももしもの場合に備えて令和4年予備試験合格を目指した勉強を再開するのかについてまあこれから判断することになると思います。でそこで今回の動画ではですね令和4年司法試験合格を目指す場合と令和4年予備試験合格を目指す場合とに場合を分けてですね それぞれの場合についてま私から少し助言をさせていただきたいと思っておりますで、まずは令和4年司法試験合格を目指す場合です で令和4年司法試験合格を目指して、まあ、司法試験対策との勉強を始める場合には、まあ、勉強計画というものをね、まあ、立てることになると思うんですけれどもすでに7月から勉強を開始することを前提とした理想的な勉強計画についてはあの記事と動画というものを公開しておりますのでそちらを参考にしていただいた上であとはまあそのご自身の,、ねまあ、その個性をなどを踏まえて勉強計画について、まあ、修正を加えてご自身にとってベストな えー、なのであの勉強の計画については、えー、この勉強計画のね、えー、ことに関する記事と動画こちらをご,ご確認いただきたいと思っています。そして、えー、予備試験論文受験をした方が、えー、令和4、ね、年司法試験合格を目指す場合には師として3つのことを、えーまあね、重点的にやることになるかなと考えています。1つが、えー、司法試験レベルの問題に 対応する知識方法論慣れを身につけるということですで2つ目が選択科目対策そして3つ目が担当対策になりますまずは1つ目の司法試験レベルの問題に対応する知識方法論慣れを身につけるという点ですで前提として司法試験と予備試験の違いえここを、えー、ね理解していただきたいと思っていますえ司法試験と予備試験とでは 分野論点という次題範囲では共通性が強いですただその一方で科目ごとに程度差はあるものの問題文の複雑さ情報量の多さ出題の形式角度点の取り方について違いがありますまず問題文が複雑であるとともに情報量がかなり多いです 行政法なんか特に顕著ですね問題文に加えて会話文というものがありましてこの問ごととのの回答の方向性とかについて会議録で誘導されていますでこの会議録に従って何についてどう論じるのかということをまずね情報整理しなければいけないので予備試験の場合に比べてやらなければいけない工程というものが一つ増えてきます。 でしかも問題文、会議録え、それからえその個別法、これを、えー、全部で,です、ねえーまあ、問題文のページ数が10ページ近くになることもありますから、情報量はかなり多いです。えー、なので、こういった、ねえー、情報量が多い中で、ちゃんとこの時間内に正確に情報処理というすることに、まず慣れていかなければいけません。でそれから、次第の形式角度というものも、やっぱり、ね、違いがあります、えー。司法試験の場合には 例えば、えー、憲法ではいわゆる法律意見書形式という、ねえー、形式が採用されていますし、えー、行政法でも、えー、ですね、えー、例えば、えー、この処分は適法か適法論と違法論を踏まえた上で自説論じなさいという三者間形式で、えー、問われたりですね、えー、基本的には行政法の問題はその原告側から相談を受けた弁護士の立場で論じなければいけないので原告寄りに検討しなければいけないんですね。裁判官目線ではなくて原告の訴訟代理人 っていう立場に従って例えば処分性があるかどうかとか原告撤回があるかどうかとかそういったことについて検討していかなければいけないという、まあ、特徴がありますからちょっと検討の方向性が予備試験ととは変わっっててきまますここういいたことにも慣れれおかなければいけばせん、えー、それから、えー、まあ刑事系なんかだとその学説対立をはじめする多角点検討というものが平成30年以降問われていますからこういった次第の形式に対応するために学説知識をはじめする、えー、ね 新しい知識というものを見つけなければいけないわけですからやっぱりその試験対策として要求される知識の幅っていうのが刑事の場合にには予備試験に比べてて増えてきますそれから出題の角度ですね司法試験の場合にはやはりその典型的な分野論点についてひねった取材をする可能性が結構高いですからそういったひねってくるっていうね取材の角度についても対応できるようにしておかなければいけないです。 でそれからまあ点の取り方ですね、これも科目によって違ってくるんですけれども、科目ごとにやっぱりその点の取り方っていうものが変わってきますから、えー、こういったことについてもね、司法試験の過去問を通じて、えー、しっかりと学んでいただく必要があるかなと思っています。えー、なののので、まあ、予備試試験験合格者のまあ多くの方々がまあ司法試験に まあその合格することになるんですけれどもただ一発で合格できない方もいればなかなか、ね、合格できないという方も中にはいらっしゃいますでさらにはまあ合格はできたんだけれども予備試験合格の時に比べるとだいぶ順位を落としてしまったという、ね、方もいらっしゃるのでしっかりと予備試験合格後に一発でそしてなるべく、ね、いい順位で司法試験に合格することができるように司法試験対策 これを意識した司法試験対策としての勉強をねそして、まあ、この司法試験対策としての勉強として重要なのは、まあ、皆さんにとっては司法試験の過去問ですただその前提として中上級者向けのインプット講座ですね これを受講する必要性がどれぐらいあるのかどうかってことについて少しお話をさせていただこうと思っています例えば加藤ゼミナールでは中上級者向けの講座として「総まくり講座」というインプット講座と「司法試験過去問講座」というね過去問講座があるわけですアウトプット講座があるわけですで予備試験論文式にまあ合格するだけの方々はしっかりとね基礎知識があるのでインプット講座っていうものを、まあ、中上級者向けのね 講座をまあ受講しなければいけないというわけではありません。必ずしも受講しなければいけないというわけでは、えー、ありません、えー。まあ予備試験担当試験合格して、かつ論文試験にまあ合格できているかもしれないっていうぐらいのね手応えを、えー、得ているわけですから、知識の量、論点抽出力、構成力といった論文の基礎力はあります。 なので司法試験レベルの問題に入れる状態にはもうあります総まくり講座を受けなかったとしても司法試験レベルの問題にま着手する実力はもう身についていると思いますで、司法試験レベルの問題に対応できるだけの正しく深い知識と書き方を身につける必要があるんですけれどもこれは司法試験の過去問の演習復習の過程で身につけることができます 正しく深く理解することができているか正しい書き方が身についているかという次元で差がつきやすいのは司法試験過去問で取材されたことのある分野論点ですからこういった分野論点についてさえ司法試験レベルに対応する正しく,深,く深い知識と書き方というものを身につけておけば合格水準には到達すると考えます。 なので予備,試験受験予備試験論文式の受験者の皆さんにとって、まあ、予備試験論文式の受験者のうち、まあ、その論文試験に合,合格しているんじゃないかという、ね、手応えをまあ抱ける人にとっては基本7科目の中上級者向けのインプット講座これは必須ではないと思います。ただその一方でやはりまあ上位合格ですね、まあ、1桁から2桁。 これぐらいの上位合格を目指す場合には、やはり司法試験過去問で出題されていない分野論点でも平均的受験生に差をつける論述をできるように準備しておく必要があります。その場合はなので最新の主題傾向と判例学説そういったものが反映された相まくり講座これを受講することによって全体的に知識のブラッシュアップを,をブラッシュアップを図っていただくことをお勧めいたします。うん、そして。 総まくり講座を受講する場合は次の三つの点に留意していただきたいと思っています。あ、二つの点ですね。失礼しました。二つの点に留意していただきたいと思っています。一つがこれまで使ってきた一元化教材の位置づけです。 皆さんは担当試験合格してなおかつ予備試験論文式も受験してきましたそして予備試験論文に合格しているかもしれないというね手応えを得てるわけですなので予備試験論文に対うるるだだけの使い込んだ一元化教材があるはずですなのでこの一元化教材というものをそのまま継続利用して必要に応じて教材の記載の理解を深めるために教材の不白にメモ書きをしたりだとか、まあ、知らなかった知識の追加をしたりだとか あるいは論点の理解の、まあ、修正するために、まあ、修正の、ね、メモ書きしたりだとかそういった形でこれまで使ってきた一元化教材というものを、まあ、カスタマイズするという勉強方法が私は望ましいと思っています。えー、まあ残りまあ約10ヶ月、まあ、本試験まであるわけでありますが選択科目対策も、ね、含めてこれからやらなければいけないことは結構あります。 なので、まあ、これまで使ってきた一元化教材に大きな問題がない限り、りこれまで使ってきた一元化教材これを継続利用するということが、まあ、望ましいんじゃないかなと思っています少なくとも順位にこだわらないで司法試験合格だけを目標にするのであればそうなりますそして例えばこれまで使ってきた一元化教材を継続利用しながら総まくりをね受講する場合には え総まくりテキストとあとこれまで使ってきたご自身の一元化教材この双方を付けんなべた状態で総まくりの講義動画を主張することになりますでランク付けそれからマークアンダーラインの指示によるメリハリ付けこれを一元化教材に反映してたことになりますでさらには、えー、まあ総まくりで、えー、まあこの学習したことのすべてを一元化教材に反映しなければいけないというわけでは、えー、ありません 総、えー、まくりで学習したのことのうち「あこれは知らなかったな」っていう論点だとか、えー、それから「あこの論点はあこの見解とかこういった書き方を選択した方がいいんだなこういった論証を採用した方がいいんだな」ってことがねいくつか出てくると思いますからそういったところで修正の必要があるところ追加の必要性があるところで初めてメモ書きをするわけですね。なのでこのようにあの自分の一元化教材が、えー、例えば自分の目標との関係で ののののうち6まででではは満たしていいいるのであれればばその6の部分は継続利用すすいいわけです残りの足りない部分の44の部分だけ総まくりから効率的に吸収して自分ご自身の一元化教材にまあ反映していくとでいうことが、ね、効率的な勉強方法なんじゃないかなと考えています。でそしてですね、まあ、1桁2桁での上位合格これもう本気で目指すのであれば。 一元化教材を総まくりテキストまたは論証集に全部切り替えるというのもありです。で実際にそう,いったこそういった方は少なくありませんで例えば予備試験合格後総まくり講座と司法試験過去問講座この2つの講座を使って令和2年司法試験に200番台で合格した谷口陸さんという方もね えー、いらっしゃるんですけど、まあ、この方の、ね、合格者インタビューも大変参考になるので、まあ、上位合格を目指して総まくり講座と手話試験各問講座を使ってで一元化教材も総まくりの、ね、教材に切り替えるんだと、えー、いう方は、えー、ぜひ、えー、この谷口陸さんの、えー、合格者インタビューですねこちらを参考にしていただきたいと思っています。えー、それからですね、えー、一部の科目だけ総りり講講座を受講したり 一元化教材を総まくりテキスト論章集に切り替えるという方法もあります入門講座を終えた方にとっては予備校講座基本書演習書などは自分に足りないものを補う目的で使用することになりますなので総まくり講座についても同様です、えー、せっかく購入したんだからっていうことで全科目についてね最初から最後まで受講してで一元化教材も全部総まくりに切り替える っていうのはこれはかえってもったいないです時間がもったいないんですねそうではなくて自分の目標を達成する上で足りないものを補うそのために必要な限度で総、えー、まくり講座を使っていただきたいと思っていますなので、えー、無理に全科目受講したり全科目の最初から最後まで受講したりそれから全科目分、えー、教材を切り替えるという必要はありません必要性に応じて、えー、一部のね えまあ科目だけを受講したりだとかあるいはある科目についてえその一部のね分野論点だけ受講したりだとかあるいはテキスト教材についても例えば憲法行政法についてはえ切り替えるけど民事権については切り替えれないとかねそういった選択の仕方がそれぞれあるわけです。したがってえ学習効果をまあ最大化するための講座の使い方っていうのは本当に人によってそれぞれです。 えー、刑事系はそのまま継続利用してで民事系と広報系は切り替えるっていうのがベストな方法だという方もいれば、まあ、全部を切り替えるっていうのがベストな、えー、方もいますで場合によっては一元化教材を一切切り替えないってことがベストな選択であるっていう人もいらっしゃるわけです、えー、なので、えー、この辺りはですね、まあ、科目の特性だとかご自身のまさに一元化教材の状態ですね、えー、こういったものを踏まえながら、えー、まあ判断していただきたいと思っています。えー、それから えー、司法試験過去問講座についてなんですけどもこれからまあ司法試験過去問のまあ演習分析っていうことを、ねまあ、司法試験対策としてまあ重点を置いて勉強することになると思います。で司法試験過去問の分析をする際には過去問の講座を使っていったらことを強く私はお勧めいたします司法試験のの過去問はやっぱり難ししくて複雑なのででかもも情報量も多いです。なのでちょっと自力で分析しようとするのは無理があるんじゃないかなと思います。 そこで学習の効率化を図るためにもでさらには間違った書き方ですねこういったことを見つけることにならないためにも質の高い司法試験過去問講座を使って学習をしていたことを私はお勧めいたします。えー、残りま10ヶ月間あるといえども自力で出題趣旨採点実感それから再現等を扱って正確な分析をすることにはちょっと私は無理があるんじゃないかなと思っています。 で、しかも市販の再現答案というのは完璧ではありません。から、えー、どこで同点を伸ばしたのかっていうところが結構わかりにくいです。で、こうした状態で再現答案を参考にしてしまうと間違った書き方っていうものを身につけてしまう箇所が、えー、普通にあります。特に広報系。 については司法試験の初期の頃に比べてだいぶ答案の水準というものが上がっていますからえ初期の頃の再現等を参考にしても間違った答案の書き方を見つけてしまう可能性というのは結構ありますえなのでえ司法試験過去問をですねやる際にはまあなるべく質の高いね司法試験過去問講座を使っていただくこれが私はベストなんじゃないかなと思っていますこの司法試験の難しさなんですけども単に回答筋に乗ればいいというだけではないんですね えー、こういった事案ではこの条文やこの論点が問題になってこういった流れで条文や論点を並べて結論を導くという回答筋レベルのことこれはもうできて当たり前です司法試験合格とか上位合格を目指す上ではその先を行かなければいけません、えー、典型的な分野論点でどう書くのかという正しい書き方に従って、えー、ちゃんとね 答案を作成することができるかどうかとか、まあ司法試験の予備試験に比べて現場思考論点が出題される頻度高いですから、現場思考論点においてどうやって対処するのかっていうね正しいその対処法としての思考方法と書き方こういったものもしっかりと身につけていかなければいけません。なので、えー、司法試験では予備試験以上に何を書いたかっていうね回答筋レベルのことではなくてどう書いたかっていう書き方が重視されています。 で現場思考問でも頻繁に取材されますから科目分野ごとの書き方の作法と現場思考問題の対処法これらを確立しておく必要性が非常に高いです。なのでまあ皆さんにね受講していただきたい司法試験過去問講座としては答案の表面的に読み上げるような中身のない講義ではなくて答案の背後にある書き方それから現場思考問題の対処法 ここまで説明してくれるる講座を選択する必要があります。で、それからえ司法試験における合格答案上位答案の水準がわ、えー、からないっていう方もね結構いらっしゃると思いますので取材趣旨採点実感に依拠した理想的な答案だけでなく現実的な上位答案まで示してくれたりだとか合格水準として書くべきこと書かなくていいことを具体的に示してくれる講座えこういったものがねおすすめです。 で、以上の点を踏まえると、司法試験対策として最適な司法試験過去問講座とはえー、まあ、次の3つの要素をあ、次の4つの要素を満たすものであると考えます。1つ目が。出題趣旨採点、実感に依拠した理想的な答案を示していると間違った。答案を示すのは論外ですからね。それから2つ目。理想的な答案を書くために必要とされる。 答案の背後にある書き方と考え方まで説明しててくれていることなぜかというと理想的な答案をただ表面的に読み上げるような講座では答案の背後にある書き方考え方っていうものが結局その受験生の皆さんに伝わらないのでちょっと事案が違ってしまうとあの理想的な答案を再現することができなくなってしまうわけです。 なので大事なことは答案の質だけじゃなくて答案の背後にある書き方と考え方ですこういった書き方っていうものが書き方のルールが存在していてこの書き方のルールをこのように適用して今回はこういった流れで当てはめになってるんだよとかねこういったことをちゃんと説明してくれることです。で3つ目として、まあ、現場思考問題さらにはわからない既存論点その対処法まで説明があるもの。で4つ目として 現実的な上位答案が想定順位とともに示されていることこの4つをですね満たしているものが私はまあ良質な司法試験問講座であると考えていますで手前味噌になりますがこれらをね、まあ、全て満たしているのが私の司法試験去問講座でありますから司法試験対策するにあたってはですね、まあ、予備試験受験生の皆さんにも強くお勧めしたい講座の一つであります。でそれから 2つ目にやるべきことでありますが選択科目対策ですでもうの,選択科目の対策を、ね、既に、まあ、例えば法科大学院在学生の方とかでスタートしているという方はあのもう聞き流してていいただいて結構です今から選択科目を選択してなおかつ選択科目の勉強を開始するという方に聞いていただきたいお話です。で選択科目はなるべく早い段階から勉強に着手しましょう。 で、新しく勉強する法律科目について。この断片的な知識の記憶であれば、短期間で完成することができます。え、例えばえ、この分野にこういった論点があって、この論点については。まあ、判例、または受験回数説っていうものは、こういった立場に立っているんだと、で、論証はこういったものだと。いうことを、物切りの知識として記憶するってことは、比較的短期間にできます。ですが、全体像をしっかりと頭に入れた状態で。 条文知識を法体系と典型事例に結びつける形で理解・記憶することができている、まあ、要するに論文知識で使える状態にまで知識の水準が高まっているここまで持っていくには結構時間がかかります。なので選択科目についてはなるべくですね 早い段階から勉強を開始していただきたいと思っています7月から司法試験対策としての勉強をスタートするのであれば年内には選択科目の1週目これを終わらせる必要性があるかなと思いますで、選択科目についてですねまあ、そもそもまだどの選択科目を選ぶかどうかが決まっていないという方は え、私のブログの記事がね、えー、ありますので、この選択科目を選ぶ際のね。まあ、基準というものをまあ、私が思う3つの要素っていうものを示しているのでぜひですね。参考にしていただいた上で、まあ予備試験のね。あの予備試験後のまあ司法試験対策としての選択科目をまあ、選択していただきたいと思っています。でえー、まあ私が考えているのは4つとしては1つ目は受験生としての自分との相性です。2つ目が基本7科目との共通性。 で3つ目が自分が関心を持つことができるか4つ目が教材講座これが充実しているかですね。この4つが参考になると思っています。で ツイッターではです、ねまあ、そのいろんな合格者の方々が、えー、その選択科目について、ねまあ、こういった視点から選んだ方がいいよということを、ねえーまあ、その情報発信してくださって,、えー、くださっているので、まあ、そういったことも、ねまあ、必要な範囲で、まあ、参考にしていただくのもいいんじゃないかなと、えー、思うんですけどもただあまり偏ったようなです、ね、アドバイスは聞かない方がいいと思ってます例えば自分はこの、えーまあ、選択科目を選択したからこの科目がいいみたいな選択あのアドバイスは、えー、参考にならないですだって他の科目の比較してないですよね。 できないわけです。なので、なんか自分はこの選択科目を選択したからこれが一番だみたいな助言はアドバイスとして不適切なので、そういったことは参考にしないでください。他のね、まあ、予備校さんとかの動画なんかで、まあ、いろんな例えば先生がとか合格者をね招いて、まあ、その それぞれの立場からその選択科目っていうのはこういった視点から、えー、まあ選んだ方がいいんだとかこの科目はこうでしたみたいな、ねまあ、説明をしている動画とかもあると思うのでそういったものの方が私は参考になるんじゃないかなと思ってますね。もう決め打ちでこのの科目だっていうのは参考にならなないいと思ってくださいでなので私もなんかロ選択科目はもう労働法一択だみたいなことは一切言いません。でさらに言うと受験生としての自分との相性っていう点では労働法が向いてない人も正直います。 例えば、えー、これは労働法のガイダンスでも言ってることなんですけども、労働法っていうものは記憶が報われやすい科目です。なので私すごくね労働法は相性良かったんです。で労働法っていうのは、えー、他の選択科目に比べると学習の範囲どうしても広いです。でさらに言うと一つ一つの論点についてですね記憶の負担が結構重いです。で例えば、えー、労働法だと上位規範だけじゃなくて下位規範まで覚えなければいけない論点がいくつもあります。 でさらに言うとう判例至上主義的な採点法人が取られてるんで判例がもう元ネタとしてドンピシャでね取材されることもありますそういった場合には判例の当てはめまで踏まえて、えー、当てはめしなければいけないわけですなので理論面については判例を踏まえた論証をしなければいけなくて場合によっては解基準まで書かなきゃいけないでそれには当てはめにおいても判例を元ネタにした事案であれば判例の当てはめを踏まえた 事実評価をしなけれとい,い,、ね、いう意味でやっぱり記憶を覚えることは多いです他の選択科目に比べると。なのでどうしても記憶が自分にとって苦手だという人は労働法はあまり向いいてないですであとはですね、まあ、基本7科目との共通点でいうと。 えまあ労働法はですね、まあ、例えば賃金支払い請求権というのは民法上の,あの訴訟物を出発点としてね検討することになるわけなんで、えー、まあ労働法と民法の共通性っていうのはかなり強いです民法の延長みたいな科目なんですよね労働法って、まあ、民法の特色的な側面がまあ強いわけなんですけれども、えー、なので、えー、まあその基本の7科目との共通性でいうと民法の延長としての科目なんで、まあ、勉強はしやすいです。で あとはですねそのやっぱりその学習の範囲が広いか狭いかみたいなことが、えー、まあそのね選択科目を選択する際の視点として挙げられることあるんですけどまあどうですかねこの学習の範囲が広いかどうかってことはそこまで私は選択科目を選べるには影響しないんじゃないかなと思ってます。何かという相相対対評評価価でですよね試験は相対評価なんで学習範囲が狭狭ければその狭い っていうことを前提として、このおおつく同じ選択科目の中で勝負することになるわけですよね。なので当然、例えば学習範囲が百のものと五十のものとでは、五十の方が受験生の水準が上がることになります。なので結局点数の取りやすさっていうのはあまり私は変わらないんじゃないかなと思っています。で、あとはですね。 私私は自分がが関心を持つこここととできるかここは私非常に重要だと思ってます、まあ、中にはねその試験対策としての勉強と自分が実務に出た後にね関心を持つことができるかどうかとかその、まあ、自分が学問として関心を持てるかどうかとか自分が実務で使うかどうかってこととその試験対策として選択するべきかどうかっていう点は、まあ、なんか区別してくださいみたいな全く無関係なみたいなこと言う人いるんですけど私はそんなことないと思ってます。 だって人間はそこまで合理的に選択できる生き物ではないので人間はし感情に支配されるんですだから、えー、自分がやりたくない興味を持つことができないことと興味を持っているものとでは全然その学習のパフォーマンスっていうのが変わってきます例えば皆さん今司法試験のね目指しているわけですけど全然関係ない資格の試験の勉強してくださいって言われたら、えー、やっぱりやる気出ないと思うんですよ それと同じですやっぱり自分が学問として関心を持ちやすいだとかこれ実務で自分が使うからじゃあこれ勉強する必要性高いよなって思って、えー、そういった形でね関心を持てる科目の方がやっぱりその学習の効果っていうのは上がりやすいです人間はそこまで合理的に判断できる生き物ではありませんから単純支配されている生き物ですなのでやっぱり自分がね関心を持てることについてその自分の情熱をささぐことができるんですよなので自分が関心を持てるかどうかってことは私はね選択の、えー、まあ際の視点として一つ重要なんじゃないかなと思っています で極端な話だ例えば労働法はね、やっぱりそのインプットの負担が大きいと言いました。ですがその一方で実務で、ね、ほぼ確実に使います。で、自分も実際に実務に出たら労働法を使いたいんだというね目的があるのであれば、まあ、ちょっと自分とのね、えー、ま受験生と相性が良くなかったとしても労働法を選択するっていうのは私は選択としてはありだと思います。ただもちろんその場合は労働法っていうのはその記憶することが多いので、もう腹くくってね覚悟して労働法を選択する必要はありますけどね。 えなので、まあ、こんな感じでその選択科目を選ぶ際の、ね、視点というのは様々でありまして絶対にみみんんなななここの科目がいいんだみたいいだたとはないです、えー、ご自身の関心を持てるかどうかとか受験生としての個性とかね、えー、まあそういったことを踏まえて自分にとってベストな選択をしていただきたいと思っていますので、えー、ぜひです、ねえー、まあ私の記事だけではなくてほ、まあ、他のまあ予備校さんとかのねこの選択科目の選び方とかに関するこ、えー、まあ動画も今あの公開徐々に公開されていますからそういったことも参考にしながら自分にとってまあ悔いのないそしてベストな選択を、ねえー、皆さん 皆さんにしてていいいたただきたいと思っていますでそれから3つ目として担当対策です、まあ、予備試験受験生の方々は、まあ、予備試験最終合格した人は大部分が司法試験の担当試験に合格しますから、まあ、あまり、ね、気にしなくてもいいと思うんですけどもただあの勉強しないで司法試験の担当試験に受かってるわけではないですから、ね、あの予備試験最終合格者の人は勉強した上で司法試験の担当試験にも受かってるんです。 でえー、司法試験における、えーねえー、一番の勝負どころは論文試験ですなので論文試験のための勉強をちゃんとしっかり確保することができるように担当対対策策についいいいててては余裕のある、ね、対策をしたただきたいと思っていますでなので、えー、私がですね、えー、予備試験、えーまあ、受験生の皆さんに、まあ、合格を前提として司法試験合格を目指す場合に担当対策として、まあ、意識していただきたい点は 三つあります。一つ目、これは、えー、司法試験と予備試験のスケジュールの違いです。司法試験では予備試験と違って担当式と論文式が同じ時期に実施されるので、試験一ヶ月前や一週間前に担当対策に専念するってことができません。なので論文対策と並行しながら担当対策もして。 確実に合格点を取ることができるようにしなければいけないので、ちょっと勉強計画っていうものが予備試験の場合と司法試験の場合とで立て方変わってきます。同時並行的に担当とよ論文が実施されるんだってことを踏まえて、ちょっと予備試験の場合に比べてその勉強の方法っていうものを微調整しなければいけません。これがまず一点目です。そして二点目として。 科目の違いですね予備,試験の選択科目予備試験の担当試験は、まあ、法律科目で7科目でありますが司法試験はもともと7科目だったんですけど今は県民系の3科目ですでこの県民系の3科目なんですけど消去法が使えない憲法と消去法が使いにくい刑法これが合計点の57%近くを占めているということです。 で消去法が使えない憲法と消去法が使いにくい刑法とでは論文知識を使って特骨と,と読解思考重視で特骨を身につけておかないと出題の内容に点数が左右されやすくなってしまいますなので予備試験担当式で憲法と刑法の点数がそんなに高くなかった人は、えー、気をつける必要があるかなと思っていますで予司法試験でも予備試験でも憲法と刑法の担当式の問題の8割近くは 論文知識重視の問題と読解思考重視の問題です。担当固有の細かかい知識、ね、使っってて解く問題って本当に 2, 割しかないんです憲法法と刑法はなのでもし憲法と刑法でね点数が安定していないという方はおそらく全ての類型の問題について暗記した知識と選択肢を形式的に比較して整合判断するという担当知識重視の問題として解こうとしてると思っています。 そうなるとどうしても点数がね安定しなくなりますので是非知識に依存しない解法、まあ、細かい知識に、ね、依存しない解法っていうものを参考にねして身につけていただくと点数が安定するんじゃないかなと思っています。でまあ私がですねあの令和3年の司法試験予備試験のまあ担当試験対策としてですね、まあ、その知識に依存しない解法っていうことを まあその過去問を使ってですね説明するっていう動画をまあ上げておりますのでぜひねそちら確認をしていただきたいと思っています。でそれから3つ目でありますが担当対策を効率的に済ませるとともに担当に対する不安を解消することで、まあ、論文対策にしっかりと時間を使うことができるように、まあ、しておくということも大事なんじゃないかなと考えています。以上が令和,令和4年の司法試験合格を目指した方々へのメッセージです。 目指すすす場合の方々に対するメッセージですねで次にもしもの場合に備えて令和4年予備試験合格を目指した勉強を再開するという方に向けたお話を次にさせていただこうと思います。 であの勉強計画については、これはまあ司法試験合格を目指す場合と同様でありまして、えー、あの令和4年予備試験合格に向けた理想的な勉強計画というものを、まあ、7月から勉強を、ね、開始することを前提したものとして、あの記事および動画としてもう公開しておりますから、まあ、そちらを参考にしていただいて、まあ、適宜、まあ、微調整を加えて、事務とってはまあベストな勉強計画というものを立てていただきたいと思っています。でそして えまあ、令和3年予備試験論文式の手応えが、まあ、あまりよくなかったということでえ令和4年予備試験合格を目指して勉強を再開するという場合おそらく私はインプットかから勉強をえ、まあ、開始すするることとにななな人が多いいいんじゃないかなと思います、えー、A ランク B ランクの条文手続き論点について知識の穴があるのであればもう一度インプットに立ち返ってしっかりと知識面での基礎固めをする必要があります。 やっぱり、ね、もう基礎固めができてない状態でがむしゃらにアウトプットしたとしてもざるに水を注いでるに等しいですなので私はしっかりと、えー、インプットに立ち返って知識面での基礎固めをすするる必要があるかなと思っていますその上で、えー、それが終わったら単、まあ、文事例問題を使ったアウトプットか予備試験過去問を使った本試験レベルのアウトプットこれをすることになります。で ここもやっぱりその各々の学習段階によって変わってくるんですけれども例えば短文事例問題を使った基礎的な演習がまだ終わってないというのであれば予備試験過去問に入る前にやっぱり短文事例問題を使って基礎的な演習をちゃんとやっていただく必要があります基礎的なことをやった上で本試験レベルの問題に入らなければいけませんで、えー、基礎的な演習がもう終わっているというのであれば 予備試験過去問をはじめする本試験レベルの問題を使ったアウトプットに入っていただくことになります、えー、このようにですね何をやるべきかどうかっていうことはご自身のこの学習のね進み具合によって変わってきますから全員に共通するものっていうものはないわけですなので、えー、急がば回れです,急がば回れです、えー、焦って本来自分がやらなければいけない勉強の一部を飛ばすのではなくて ご自身の学習段階に応じて今ご自身に必要されている勉強っていうものを徐々に徐々にね積み上げていくとそうすることによって徐々ににに確実に実力を高めるることができるようになりますそれから令和4年からは予備試験論文式にも選択科目が導入されますので選択科目を選択した上で選択科目の勉強を開始する必要があります。 で選択科目の対策についてはですね私のまあブログの記事の方でも選択科目のまあ選び方だとか選択科目の勉強ねやり方についてまあ記事を公開しておりますのでそちらをまあ確認していただきたいと思っていますまあ、そしてまあ選択科目のまあ学習の開始時期なんですけれどもやっぱり新しく勉強する法律科目について断片的な知識の記憶であれば短期間で完成させられるんですけれども全体像をしっかりと頭に入れた状態で 条文知識を体系と典型事例に結びつける形で理解記憶することができている状態まで持っていくには時間がかかりますしかも予備試験を目指す場合には年明けから5月中旬までは担当試験対策に相当な時間を費やすことになりますしたがいまして年内に選択科目の1週目を終えておかないと勉強が間に合わなくなく 間に合わなくなる危険性が結構高いです。で、そのためになるべく早い段階から選択科目の勉強というものを開始していただきたいと思っています。以上が令和四年予備令和三年予備試験論文式を受験された方々に対する私からのまあメッセージです。で、ご自身に合った進路そして勉強法を選択することによってご自身にとってのベストな 結果を出していただきたいと思っておりますぜひ参考にしていただければなと思いますご視聴いただきありがとうございました